はい、えー。これからの次世代学術認証ということで、えー、っと、ここパネルが2つあるんですけれども、えー、っと、これ何をやる、何をやるかということをまず最初にお話ししたいと思います。えー、っとですね、えー、っと、まずちょっとた我々の立ち位置を確認したいと思うんですけれども、大、え、体、ー、いい認証事業は何のためにやるのかということを確認したいと思います。えーた まず自分のデータの安全な管理ができることが必要で、えー、っと、あの、この他のトラックでも十分、あの、議論されたと思いますが、研究データ管理基盤とか、えー、っと、即時オープンアクセスのために認証が必要であると、えー、いうことです。もう一つは解放されたインターネット上のリソースを適アに利用できるために認証が必要ということです。えー、っと、高度データ資源、計算資源。まあ、これは、えー、っと、 NII の言葉で言うと、えー、RDM、確認 RDM とか HPCI であるわけですが、えー、それに加えて、えー、共同研究におけるデータの相互利用をセキュアに行うためにはどうしたらいいかということを、えー、と我々の視野に入ってくるわけです。で、そのために、えっ、ー、と、アイデンティティの管理基盤を作りましょう。えー、その、その議論が IAL、AAL に おいてなされると思います。で、作ったら連携しましょうというのは認証フェデレーションの話で、え、できなければ助けを借りましょう。これが IDP ホスティングの話です。で、またできるだけ多くの人をカバーできるようにしましょう。複雑な構造を持っている人をカバーしするようにしましょうということで、オルトロスとかグループ管理が、えっ、ー、と、検討の対象になる、えー、ということになってきます。で、えー、特に、 前半は IDP のお話をします。IDP は何のためにするかというと、フェゼレーションにおいては SP に自分のことを信頼してもらうことが非常に大切なわけです。で、学内サービスであっても IDP の情報を信頼することがスムーズなサービスの提供のために必要で、えと、まあ、これは、これが本質なんですが、学内の場合は、まあ、その、 大学の中にいるから安心という何となくの了解ができていますがこれが学外になるとですねえー、と途端に問題になるわけです。で研究データ基盤等を安心して使うためにはアイデンティティの管理基盤がしっかりしていることで当人確認オーセンティケーションにおいてアカウント冊子が起きないように認証機の管理がきちんとなされていることが求められています。ということをですね サービスを提供することが認めるということが、えー、と必要なわけです。で、確認はトラストフレームワークとして、このプロセスを合理的に管理していると,、えー、と主張したいわけですで。共通ポリシーの策定とか、運用状況の、えー、調査の実施を毎年、あの皆さんに、えー、と協力をお願いしているところです。で、これで SP は IDP を使用し、確認に参加している IDP を信用してください、えー、というのが、えー、ストーリーになるところです。 でえー、っとでそれで、えー、NII では全認証事業として、確、え、認、ー、を行う、えーえー、っと運用作業部会、トラスト作業部会、図書関係作業部会を持っているわけですが、えー、次世代認証連携検討作業部会というのを持っていまして、えー、ここであの ま、数年先の、ええ、強固な認証基盤を作るにはどうしたらいいかということを検討しているわけです。えっと、もちろん、その学人の他にも UPKI とかエジロ e l っていう、ええ、皆様には、えっと、ま、お馴染みの言葉が並んでいるわけですが、えっと、これは、えっと、次のトラックで議論することになると思います。 で、次世代認証連携検討作業部会では、えっ、ー、と、IAL、AL と認証機レジストリ、IDP ホスティング、オルトロスグループ管理の議論をしています。えっ、ー、と、このうちの、この前半のパネルでは、IAL、AL と認証機レジストリのお話を、えー、としたいと思います。で、 こういうことですね。あの、えっ、ー、と、坂根水本佐藤が司会になって前半を行います。後半は、えっ、ー、と、坂根西村小村山本ということで、オルトレスとグループ管理の、えー、話をすることになります。ということで、えっ、ー、と、早速、えっ、ー、と、まずはショートプレゼンから始めましょう。